どうもブラです。さあそれではスプラトゥーン3ですね、やっていきたいと思います。ということで、さあでは相手の編成イグザミナーにフルイドカスタムバリアブルローラーにスパッタリヒューって感じですね。でまあヤグラということで、さあそれでは、まあ一番倒したいのはイグザミナーって感じですかね。まあフルイドとか倒せると動きやすくなってくるっていう感じで、まあ相手の編成的に言ったらバリアブルとか、まあイグザミナーか、まあローラーですね、ローラーかユミかイグザミナーあたりがヤグラ乗れるという感じになるけど、後ろを打ってくるか。えぐいな、めっちゃ狙われるわ、めっちゃ狙うぞ。戦術スタンド飲みたい、これ無理はしない。いい、だけどこれ点数上がる、ヤグタラハンコいい、ナイスカウントリード、イエーイ。これね、相手の編成的に言ってバリアブルローラーとかイグザミナーが塗り整えて、でまあエナジースタンドとかマルチミサイルで乱したりとかパワーアップしてスパッタリーが乱してきて、でヤグラローラー乗ったりとかみたいな、そういう感じの構成なんで、まあエナジースタンドとか足場取ってくる敵倒したいんですけどね。一番ねこれめんどくせえ、発動的ね。今相手が嫌がることするの大事やから、勝負は相手は非常に嫌がらせがうまい。ちゃんとその武器の嫌味を出してきてるから、よしよし倒した倒した、これでもう行こう、相手下がらしてとかしていきたい。よしよしよし、おいし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 、いやーん、ナイス。まあ言うてもこっちもエナジースタンドあるから、よかったよかった。あと塗り状況が良ければこっちも動きやすいでしょうね、ローラーがね。個人的にローラープラスターの組み合わせは結構塗りがねって思ったりもするんですけど、塗るとかしっかりねやっていきたい。ローラーは本当に塗りができると本当にオーバーレしやすいし動きやすいから、プラスターもね塗りが整ってると戦いやすいっていうか、どの武器でもそうですね。まあでも今回ダイナモとかやから塗りが強いのはいいですね。盤面整うから個人的にはありがたい。さあセンサーがこれ逆に注目集めて、まあ、足元よしよし、距離取ってよし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 、おいしおいしおいし。さあただヤグラが進んでから止めないといけない、ドラップめんどくせえ、よし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 、ナイス。いやーカウント1の差よく止めました。マジで光栄はね、いいポジション立たせないよね、光栄だけに限って話ではないけど、無理はしない。いやーこれ後ろ下がればよかったかな。で良いか、まあ、前後の隙がめっちゃ大きいからできたら生存して帰りたい。プラストーピードっていうね、まあ、2人持ってった方がいいでしょう。マジ足場取ってくんのトーピード、いやーこれでも勝たないといけない。嫌な編成が来るんですけどね、その嫌な編成に勝ってこそ。なんで距離取ってくるから、もうちょっとたまるから無理はしない。さあ行くぞ、どうせこっち行くでしょどうせ。よし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 、ナイス。いいですね、この場所取ったのは強い。ローラーとかブラスターとかこういう下から打つのとかめっちゃ強いし、ヤグラこれ上下がる成功です。しかもエナジースタンド中、おいしよいよ、崩してしまえば。さあ関門到着、もう弓フルイド
フルイードほんまに厄介、トライストリンガーよりも嫌い個人的には。よし倒す、当たってはいる、よし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 、これスプラッシュボム置いてナイス。さあではガチヤグラですね、やっていきたいと思います。ということで、あーリッター来たわ。リッターはもっと嫌いかな弓より。まあ相手の連動とかにもよるけど、そんなに上手くないしてったら いてくれた方がいいんやけども、一緒に当たっちゃった場合はね、本当にもうでステージの構造的にこういう縦長とか網があってとかなんかそういうとこが強いから、エルゴ倒していく、いいよ、前線上がって、よし、無理はしない、そしてエルゴ吐ける、リッターに圧をかける、とりあえず、相手の後衛を潰せばね、本当に動きやすくなるから、よしよし、直撃は気持ちいい、これリッター下ろしていきたい、ボム投げたら降りるっしょ、よし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 。結局相手の編成見てめんどくさい嫌な武器を倒すとこっちも動きやすくなるから、よしよしよし、ナイスナイス、怒ったけどナイスな、もう帰ってこないわ、みんな真剣戦ってんねんな個人的にはナイスも帰ってきたら嬉しいけど、まあ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 強ければいいや、はいナイス、さあではガチヤグラゴンズイ地区のステージですね、やっていきたいと思います。ということで、まあないですね、押されてるかしたら嬉しかったりとかするけど、押すことによってでその動作をして他の動作していた方がいい、良かったなとかそういうこともあるから、まあ必須ではないから、まあ、あんま気にしないことということで、相手の編成はオニガロンデコニオーバーフロッシャースパイガジェットゴールドマーカーか、まあ、塗りができて、ガーリングボムで突っ込んできて、オーバーフロッシャーの垂れ流しの、みたいな感じやから、しっかりキルを取っていきたいところ。いやー、弾かれるのが強いな。これ弾かれてなかったら倒すけどな。まあでもやっぱ無敵ってのは強いからね。弱体化しとかないと。これ、足場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 。もうちょっとしたっていうかもたまるから、できたら生存した。これね、傘絶対近づいたらダメ、傘はほんまにうまい人ほんまうまいし、近づいてのこう当たってきてダメージとかそんなんもあるし、さあこれ倒せた、大きい、よし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 、ああ今日はいい感じ、いつもこんな調子でいければ、やっぱ冷静にいいポジションも取りながら、でも冷静にこの素早い武器を倒せたらめっちゃうまい、プロみたいなもん、よし最高であります。さて、手以下であと乗ったりとかしてナイス、さあそれではガチエリア高橋経済特区のステージですね、やっていきたいと思います。ということで、やっぱ調子がいい時は前出てね、ポジションもしっかり取ってキルも取れてとかなってるから、いつもそんな感じでいきたいということで、さあではここのステージね、相手オーバーフロッシャーにザップ濡れるバージョンでこちらしゴーニガロンローラー、さあこれは持っていくが思いっきり濡れる、これね、この右側に変えてくるんでね、よっしゃ当たったナイス、今回まあ相手濡れるで、濡れるっていうことはローラーとかが暴走する可能性があるから、ここに今のは強いし、
この辺注意と、よし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 。右高をね、取っていきたい。できれば相手のリスポーンのどこまで行ってとかやりたいけど、これ倒したいな。塗りがめちゃくちゃ強いな。垂れ流しも来てるし、この足元にスプリンクラーね、これ強いわ。うまい人当たった時スプリンクラー天井につけてきたりとか、足場にやってくるか、あれめっちゃ嫌。やる人はそういう相手が嫌がることをしたらいいけど、いやーメインが強い。まあよしよし、いいよー。さあ右高取っていきたい。右高、これ壁塗っとくの大事。塗りがねめっちゃ強いから、キル取って、これインクレール取って、いや取れないわ。インクレール取っときたかったな。いやー勝てねー。メインが強いな。メインが強い武器はほんまにおすすめ。二角とか三角とか、まあ場合によって一角取れるとかもあるけど、やっぱ二角か三角かとかだったらそら二角の方が強いから。ということで、守っていきましたけど、ここにガロン強い。さあほぼゴムゴムの試合、ピコイチラシが巻かれてきて、よしよし持っていく。このね平和に塗ってる武器を倒したい。よしよし、トルネードで遠くからも塗れるから、ちょっと注目集めていきたい。さあここジャンプマークがあるけど、ちょっと手前が来たから、いやこのこれこれこれ、この足元にスプリンクラーね、これ相手うまいわ。守っていきましたけど、ナイス。右高取ってくれてるのいいですね。あと左側の方もいけてるから、崩していきたいところ。よしよしよしよ、ナイス。さあアニメ乗って、ここでちょっとあえてアママイターさせなくしていきたいところ。よしよしよしよ、ナイス。さあそれではカジキ空港のステージガチエリアですね、やっていきたいと思います。ということで、さあでは相手の編成52ガロンにモップリモミジシューターロングブラスターカスタムということで、まあ非常に強くはある、まあ、どっちもいい感じですよね。いい感じの強い、どっちも塗りも強いし、だから打ち合いで勝った方がって感じ。あ、そのサメライドはいい。右側も取ってきて、ホットスナー置かれたけど、よし右側取れた。トルネードもいけるし、潜伏からのキルとかヒッター、いい。よしよしよし、ちょっと遅めに投げて相手補強遅くなるようにして、この中央左右取ってしまえばね、ここのステージはほんま強いから、しかし生存してサーメライド冷静に。よし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 、味方がねめっちゃ前行ってくれてるから、こっちはサポート的な感じで行きたい。普段はねめっちゃ前行くけど、味方の動きに合わせて前行ってくれる味方がいるってね、本当に一緒に行けたりとか、こうカバーが入ってるから本当にやりやすい。よしよしよしよー。ちょっとね遅めに投げて、サメライドが来るけど大丈夫。よしよしよし、サメライドボム消しできないから、いいよ。強くはあるんですけどね、エリアのルール。うおい、よく当ててきましたよねこれ、ナイス。いやーカバーが入るチーム最高。さあこれぞチームということで、よしよし4、ここしっかり塗っとくの大事。
パン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 、いい、強い、ナイス。ナイス。さあ、ではカジキ空港のステージガチエリアやっていきたいと思います。ということで、さあ、では相手の編成スプラッシューターにデンタルアイパー、あれどっちやったっけ、スミやったっけね。で、まあシャープマーカー、チャージャーかということで、こっちは鉛筆、ザップ、まあ、エナジースタンドでいけるって感じかということで、いや、これは良かった。登ると見せかけて登らない、これ結構使える。でちょっと狙われていくは不利かな、場所的には。ちょっと一回置いて、これ潰していきたいな、味方と一緒に。ナイス。相手はかわいそうやけど、そう、でも勝つためにはああいうことしないといけない。いや、エナジースタンドいいわ。やっぱエリアのルールは特に生存大事な気がする。一気にカウント進むし、これ出さないか、惜しいな。ちょっと投げてからの、そっちでしょ、マジスタンド。これ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 、よし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 、にょー。いやー、生存大事やな、できれば。守っていく。めっちゃカウント進んでる、いいよ。いやー、そこのシールド強い。よしよし、持ってった。ここ持っていけるかな。いやー、ちょっと危ないわ。相手下がらしたの大きい。でも下がってくんの偉いな。リッターとかアイコーやからといってね、ほんとほんま身軽にシュッと避けてくる、下がってきてってあるから。後ろでスペシャル使わせて一人持ってったん美味しい。さあ、あともうちょっと、ここを取らせなければナイスです。これは下がってきて、ちょっと下がってきてから、よし、下がるけどまた戻ったりとかもして、ナイス。さあ、それではガチエリアですね。ガジキ空港のステージでやっていきたいと思います。ということで、さて、相手オーダーマニューバーに若葉シューター、イグザミナガロンということで、全部濡れますね。まあ、そんな感じということで、やっぱ濡れ武器使いたいですよね。ヒル武器で来る人もあるけど、すごいなと思うけど、やっぱ濡れる武器持ってるとね、やっぱストレスが減る。あ、これ濡れたら勝てたのになぁ、みたいな。そういう時はね。さあ、アイド落ちてった。よし、まず先生取れるかなぁ。よし、まあ持っていくが、イグザミナーヒューは個人的には結構強いなぁと思ってるんですよね。スプラッシュボムカニタンク。まさにリッターのカスタムみたいな感じ。頑張って近づいたのに手酔いが吐かれるとか、ボムで破壊される、ビーコンで吹き早い、ほんまに強いサブスペで。よし、前取った、カントリード、まあ、無理して前に出ないようにしてキープしてって感じで。あえてボム投げてくるのが偉いな、無理して近づいてこずに。さあ、ちょっと攻めに入れましてからの、ナイス。さあ、カニタンク、カニタンク。いやー、ここのバリア強いな。ナイスナイスナイス。
最近ほんまグレートバリア強なったなと思う。塗れるようになったし、真ん中塗れるし、壊しづらくなったから、でルール関与めっちゃできるでしょ。やからここ塗っとくの大事やな。よしよし。このプロペラのね、このインクの飛び散りでやられたってたまにあるから、そんなも注意。さあ、遅めに投げて、笑顔待ち、これ下がる。ナイス。さあ、ではガチエリアカジキ空港のステージやっていきたいと思います。ということで、さあ、ではあえてクワットホッパーブラックフルイドが来た。うわー、クーゲルも来たわ。個人的にジェットパックとかも強いからな、ここのステージはいいと思うわ。で、ここにガロンかということで、非常にまあ強いですね。まあ編成的に言ったらどうかな、相手の方がちょっと強いのかな。まあ頑張っていきたいところ。いや、でもエナジースタンドが、これトルネード遅めに入ってポップソナーそこに入ってくれてのは美味しいかも。前で測れるよりもね、後ろでスペシャル使わせれば。これはちょっときつい。ナイスナイス。まあでもエナジースタンドあんのはいいな。よしよし。エナジースタンド欲しいなと思ったら、自分がエナジースタンドの武器持ったらいいなと思いつつね、まあいろいろありますけど、結局マッチングがね、本当に同じような実力同士で同じ武器同士だったら特に何も思わないんですけど、ああただ単に相手上手くて負けたなーなんですけど、この編成この武器で勝たないといけないみたいなのあるから、あれがね完全なマッチングが難しいと思いますけどね。同じ時間帯で、そのやってる人の中でできるだけこう均等にやる必要があるわけなんでね。いいです。さあ、ではガチオコバトルネギトロ炭鉱のステージでやっていきたいと思います。ということで、まあ中央が低いからね、カウントが非常に進みづらいが、進めてしまえばあとは守りやすい感じでもあると。ライトモミジシューターデュアルスイーパー5人はなのに、ラクトがいるのか。まあ、相当自信があるうまいって感じでしょうね。縄張り以外で使えるってことは。あー、まあでもそうか、ホコアリとか早いもんな。ホコアリが早いっていうだけでまずいいもんな。トルイドとかもそうですけど、ワイパーとかゴールド、よしよしよし。さあ、トリプルトルネたまったから、これ足元と相手の高台を狙っていきたい。これで進むでしょう。ナイスカモトパー、よしよしよし。ここ入れたの大きいが、当たりか、ほこわりがちょっと。これもジェットパックも入ってくれてるから、これ持ったら進めるよ。カモ送ってほこ持ちたくないのか、スペシャルがもうちょっとたまるか使いたいのか、苦手なのかなんかわからないけど、ちょっと惜しいな。持ってくれたらもうちょっと進めたかな。めっちゃカモン押してたな。前でもカモン押して、前のカモンは分かる。あの今ジェットパックとか入ってるからチャンス。後ろでカモンは持つの苦手なのかな、まあ、分からなくもないけど、ちょっと惜しいかな。あんだけ前も取れてて、スペシャルも入ってたら普通に持ってったら進むから、差し方をしてやけど、まあね、まあいろいろあるでしょう。ということで、もうちょっとカウント、多分カウント20ぐらいまでいけたかな。あれ、そのまま持ってってたらね、まあわざわざ下がって持ってったけど、まあまあいいでしょう。一応勝ってはいるから。
いや、その墨流しシート強いな。しかも墨流しシートにホップソナーまで来たけど、しっかり避けていく。よしよし。さあ、ここ壁塗っとくん大事。あ、どっちミサイルそれきついかな、ちょっと。よし、いけたいけたいけた。いやー、相手めっちゃ積極的に持ってくるな。一応、ほぼ進む予定だったんですけどね。まあ、仕方ないな。ここ意識。ナイス。いやー、入ってここ意識が。だから、そういう時はもう本当、たとえ前線武器とかなんか持ってたとしてもね、自分持つようにしてますね。惜しいなと思っても、やっぱカウントが進まないと勝てないから。ということで、まあ、柔軟にということで、そんなに強くないけど。やっぱ前出てね、やっぱ行かないと。あ、難しいとこ。逆に相手のチームがそうだったらラッキーなんですけどね。あの、見返してると、関与もしてるし、前に取ってキルも取ってるしってあって、あの人めっちゃ頑張ってるなと思って、他に持ってる人が2人ぐらい黄金の近くにいて、結局誰も持たなくてね、その人前に出てたけど、結局後ろ戻ってみたいな。まあそういうね、相性とかそういうのあるよなみたいなね、あんま深く考えないとほんまに怪しい。あるから、相性っていうのはね。じゃないと身も心も持たないっていう。さあこれね、来てる。こっち前出ないし、ルール関与しないし、キル取れないのに、相手めっちゃ前出てきてキル取って関与してくるって時はほんまにやりづらいけど、そういうのでも、ね、勝つ必要があるということで、まあ、とりあえずカウント取ってるか、もうちょっと進めたいけど、理想としては、ただ試合の残り時間が少ないのと、まあ、矛守れば勝ちということで、これ結構油断できない、カウントそんなに差があるわけでもないし。これ帰ってきたかったかな。ホップソナー、まあでもスペシャル使わせたからいいか。3人いるし、トリプルトルネードがね、たまの直前やったから、帰って最後ホコにゆっくり投げるっていうのも理想ではあったが、いやー、ラクトか。うまいな、よく持った、ナイスナイス。こういうのめっちゃ大事。それでは最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。チャンネル登録、高評価、SNS フォローよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。